鬼越ちゃん、鬼越トマホークチャンネルプレゼンツ向けて、はい、これも使ってください。この映画真実、僕らはカットしない真実の NG 集みたいになって、お願いします。細かく、いや、NG 集、NG 集、この動画で使ってください。あ、このまま、はい、もう、いきます。そうだ、もう一度、いきます。お世話になってる東ブルコに捧ぐちょっとで、鬼越トマホークチャンネルプレゼンツ、はいはい、東ブルコのセフレオーディションきたー。金ちゃんさん、いいの？金ちゃんさん、なんすか？我々も、はい、東袋さんの動画を勝手に出して、はい、それ森東のご好意によって出して、はい、稼がしていただいてるわけじゃないですか。稼がしていただいてますよ、だいぶ。で、今森東さんには1円も僕ら振り込んでおりません。はいはいはい、ただもちろん、あの、これだけ言わせていただくと、はい、森東さんは今、うん、僕らのチャンネルごときの少ない収益を受け取るほどの、あの、零細企業ではございません、まあ、もう今や、まあ、売り上げあるでしょう。大企業でございます、はい、あの、少数精鋭のベンチャーでございます、はい、もうすごいよ、はい、だから僕は昨日、はい、森田さんとお仕事させていただいて、はい、で、山根さん、はい、そのスタッフさんのね、うん、まあ、山根それはアンガールズ田中さんのマネでしょ。山根それ山根さん、そっちの山根さんじゃない。山根、はい、名前聞いて、名前聞いて。誰ですか？アンガールズ山根です。まさかの名乗ってるだけでして、山根です。山根です。絶好調ですよ、今日ね。絶好調ですよ。ディア、はいはいはい、誰だと思う？ディア。いや、それもの向こう経営さんでしょ。誰だの？今日の松井です。よくない、よくないな、またいる、よくないな、よくないね。はい、ラインスタンプにも、ラインスタンプにも乗りますから、なりますから、僕は、はい、いわゆるやっぱもうダッチ風という文化を作ってしまった。はい、まあね、まあ、もういわゆるそのまあでも今松竹の芸人さんとも、あの、ちゃんと共演してますから、はい、そういう筋を通すところなんですよ。はいはいはい。しかも東袋さんのスキャンダルがあっても、そのスキャンダルにも、あの、乗り越えて。はい、まあ、いわゆるあそこはもう3人で漕いでる、ね、ゴーイングメリーゴーですよ。 あら、もう一つの一つなぎの秘宝を探しに。そうです、そうです。もう僕思ったんです。だから森東に僕らがちょっとチャンネルで収益出たんで、ちょっとだけ、はい、あの、数万円振り込みますとか言ってももう喜ばないじゃないですか。いらないから、金いらないじゃないですか。別に金がいらないよ、それは、うん、だから僕ら考えたんです、はい、東袋さんへの動画の対価として、うんうん、はい、僕らのチャンネルで、東袋さんに、はい、勝手にセフレオーディションを開催します。素晴らしい。もうセフレって言い切っちゃいます。あの人にだって彼女オーディションとか、仲良くしてくれる女友達オーディションとか言ったってしょうがないじゃないですか。あの、あの人の場合も分かりやすくした方がいいし。そう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 。だから言ったらアテンドするってことね。そう、はい、分かりますです、はい、アテンドするために僕らのチャンネルで、どうなるか分かりません、はい、今、あの、マネージャーにもこういう企画をやっていいか、はい、法的にもちょっと調べてもらって、いろいろとね、はい、いろいろ調べてもらって、はい、まあ、これだけ言いたいのが、こう、僕今発想だけで撮ってるんで、とんざってんですか、中座、とんざってんですか、中座って、うん、まあ、だからその企画がとんざする可能性もあると、はい、とんざする可能性もあるんですが、はい、これは、東袋さんがギャラ以外の形で一番喜ぶのは何だって僕なりに考えた結果、はいはい、今まで2本動画出させてもらいましたし、はい、今後もいじらさせてもらうんで、うん、ここでやっぱその森東、東袋さんへの、とに抱かれてもいいっていう女性を公式に募って、はいはい、そこで何らか、法的にね、問題がないかちょっと、うん、あの、聞いて正式にご紹介しようと、はい、そういう形で、はい、だから我々の YouTube で勝手にオーディションをして、うん、はい、僕らがその女性を、まあ、そうです、見つくろうっていう言い方申し訳ないですけど、東袋さんにだから会いたいって、まあ、ネルトンの下品版みたいなもんですよ、まあ、だからもうブラックトンネルズってこといいですか？ブラックトンネルズ で、 いいです。で、これだけは言いたいのが、うん、まあ、アテンドはしますけど、はい、あとはもう個人個人の大人なんで、だからその責任は取らないってことでしょ？それこそ東袋さん、東袋さんにもこれ言ってますから ね、 いやいや、ね、変なことを、あの、人道に反することはしちゃダメですよ。ただ東袋さんに抱かれたいっていう女性を公式にアテンドします。アテンド、はい、でもさ、それはやっぱり証拠にもなるわけじゃない、はいはいはい、で、やっぱりそういう風になって、うん、もし何か事件起きたとしても僕らは一切関係ないってことですか？関係ありません。もう分かりやすくね、大人だから。そこはもう2人の、はい、まあ、そこ2人でもうまくやってくださいよってことですね。そうそう、だから紹介するまでがいわゆるギャランティー代わりというか、例えばの話、はい、僕らが払ったちゃんとね、汚くないちゃんとしたお金を、ね、うん、お支払いしたとするじゃないですか、東袋さんに。それを東袋さんが
そのギャラをもらって、はい、じゃあ違法カジノに行きましたってなったら、うん、僕らの責任じゃないでしょ。まあ関係ないね、そこは。はいはいはい。だから本当に公認でセフレを作ってあげようっていう。そう、アテンドまで、紹介まで。はい、で、だから僕らのチャンネルに、どんな形でもいいんですけど、はい、成人した女性、今二十歳以上でしたっけ？二十歳以上で、ね、二十歳以上でいいですかね。はい、二十歳以上。18歳が選挙権を与えられたけど、だけど多分未成年にはなっちゃうんじゃないかな。ね、だから20歳以上の女性で、はい、自分の意思で東ブクロさんと会いたいって方、うん、東ブクロさんって SNS も禁止なんですよ。もうやってないですからね。SNS を、はい、取り上げられた男なんで、はい、世の中で唯一すごいよね。だから今って公式で知り合う方法って DM だったでしょ。まあ、俺は言ってるのはそう DM、 今ポケモンと一緒で ので出会うしかないの。だからその、うん、あれ、そうそうそう、じゃあこっちがもう勝手にもうモンスターボール持ってどっかで捕獲しなきゃダメってことね。でも僕らは芸人って仕事やってるから、はい、東ブログさんの LINE も知ってるし、はい、あと森にの連絡先、うんうん、山根さんの連絡先も知ってるから、はい、知ってます。だから本当に日本語おかしいんですけど、うん、真面目に東ブクロさんと知り合いたい、うん、はい、セフレ候補の方を探しております。これだけ言わせて真面目なセフレを探してるんですけど、僕らは茶化すつもりもないし、うん、東ブクロさんにもその女性にもハッピーになってもらいたいってことでいいね。それ以上に僕らが何かをやるとかその人たち企画を取るとかでもないですね。ただ、はい、東ブクロさんに勝手に僕お金払っても今喜ばないでしょうから、うん、その東ブクロさんに抱かれたいという女優を、あ、女優さんで東ブクロさんに抱かれたいっていう女性女性ね、女性を我々のチャンネルに募集して、はい、で厳格な面接とかいろいろ審査を行ったところ、はい、1名か2名残りましたって言ったら、はい、それを実際ご紹介まで、あ、ね、もしかしたらできないかもしれませんよ、はい、ただ東ブクロさんと知り合う機会ないでしょって皆さん好きだけど、もう本当申し訳ないですけど僕らの方にも来るんですよ。ああの東ブクロさんと出会いたいですとか、はい、やっぱり僕はもうその問題になるんで、うん、僕がつなげちゃったら、はいはいはい、それをちょっと無視させていただいてるんですけど、 それ今回公式に YouTube で、はい、表立ってやるんで大丈夫ってことね、うん、で、はい、本当顔出し OK だったらもちろん素晴らしいんですけど、まあ、人数が集まらないとあれなんで、本当にモザイクかけて欲しい方は言ってください、うんうん、モザイクかけて音声も変えます、はい、ただその場合は審査相当厳しくなりますよってことです。まあそうだね、まあ、そこは、はい、でもう一つこれ気になるところなんですけど、はいはい、前にあのニューヨークが、はい、女性スタッフオーディションみたいなやってたじゃないですか、はいはいはい、ね、はい、であれゴニョゴニョゴニョってして終わったんですよ正直確かに確かに、もうなんかやってて、ね、うん、でああいうふうにしたくないなと一個ねあって、あでもああいうふうになる可能性もありますよ。これは僕の発想でまだ許可取りしてないから。そうかそうか、まあ、そうそう、だからあれを悪いとしちゃうと、はい、あれは多分あれも多分最後までやろうと思ったけど、うん、多分いろいろできなかった、ね、はい、だからたまになんか呼んで出てもらったりとかしてたわけ。あ、 それはいいんだけど、まあ、だあれって一応企画で女の子たちを、まあ、それ呼んでとかって言ったけど、今回は単純純粋に東ブクロさんと女の子をつなげるって意味です。そうです。しかもあれでしょ、うん、あれ女性スタッフオーディションってゴニョゴニョってしてなかったじゃん、うん、で今回もセフレオーディションって言い切っちゃう。あ、もうはっきりと。そう、あれって女性スタッフオーディションって言うと曖昧じゃないですか。しかもあれって表では女性スタッフオーディションってなってたんですけど、うん、はいはいはい、裏ではセフレオーディションだからね、あれあの裏テーマちゃんとあったから、あれ多分裏テーマ今もあったのね。そうだから今裏テーマを持っても暴かれちゃう時代だから、はっきりと分かりやすく言っといた方がいいね。そうそう、だから最初から人数は少ないかもしれないよ、うん、ただでも東ブクロさんの今の人気と、まあ、あとは知り合えないから、うん、ポケモンでしょ、ミュウツーぐらいの価値あるでしょ。いやマジで価値あるね、ミュウボスだから本当に。ボスボス、だって今ので知り合うしかないわけでしょ。多分そうね、フリーで、うん、DM できないんだもんね今。無理、多分今SNS やらせてもらえてないから多分、はい、でこれだけだとやっぱモリニーと山根さんに失礼でしょ、はい、まあ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 、まあ、だから最悪、モリニー紹介してください、山根さん紹介してくださいもカットしますそれもそれは一応番外編オーディションですけど、はい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 、それじゃないと森東だって東袋だけ美味しくなるやんけって森兄に言われた時に、はい、確かにね、はい、俺でも一人森兄にアテンドしたんだけどね、うん、あ連絡先を教えて、そしたら森兄が元旦にその子に今日飲めへんって LINE 送ってたから、まあまあまあ、正月に送る人いるでももう独身コンビですから、まあまあね、で我々もだってもうアテンドするしか楽しみってないでしょ、まあ
楽しみだって、そんな奥さんを2人とも大事にしてる。いやいや、まあそこはね、僕らそういう遊びはできないですから。大事にしてるけど、やっぱちょっとその、まあ、言い方悪いけど、なんかゲスな笑いが好きじゃないですか、我々も。で、さらばさんの YouTube とかもめっちゃ見てるしね、うん、はい、あれですよ、ヒロミさんとサッシーがやってる番組のゲス版みたいのやりたいんですよ。よくウエストランドの井口さんが出てるんですね、はいはいはい井口さんが毎回振られて帰るのにさ、なんかあの何回出んだろっていう、女性のレベルと男性のレベルの高低差ありすぎて耳キーンとしてない。いやいや、パクるんだパクるんだもん。本当に、いや本当よ、だから絶対に井口さん選ぶ人なんかいないんだからさ、いないな。だから毎回キャスティングされてかませ犬的なさポジションでずっと頑張ってるけど、はいはいはい、だそれのちょっと下水版をやりたいな、ネット版みたいなことですね、うん、もちろん顔出ししてくれる女性は優先的に、はい、オーディションに呼んで、うん、ブレイキング東袋ですかね、オーディションとしては。東袋こうやってますか、ブレイキングして。そうな、で君はあの週何回会えんの、夜中でも会えんのとかめちゃくちゃな質問聞いてくるかもしれない。だから最終的に俺らはあると何人か選んで、うん、最終オーディションは袋さんにしてもらう、ね、来てほしいけど、ね、まだ確定じゃないし、はい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 、そうね、実際この発想は投げかけるけど、この企画ダメになりましたってこともあるってことを最初に言っときたい、はい、だから金ちゃんは真面目にニューヨークチャンネルみたいなあんな風になりたくないって言うけど、うん、僕はそう思ってません。ああなるかもしれません。はい。まあまあ。うん。質問はい、質問どうぞ。本気で付き合いたい人は来ちゃダメなの？ダメです。そんな重い人を東袋さんに紹介するわけにいかない。そんな軽い気持ちで来てください。じゃあこれはね、はい、一応セフレ入りだけど、うん、途中から本気になっちゃう可能性ある。ダメですそれ。ダメなの？絶対ダメ。セフレのみ。それは。うん。森田さんも山根さんも同じです。そうです。え、セフレ？で森田さんは彼女欲しいでしょ、だって山根さんも。そんな人いないから。ダメなの？森東にそんな人いないから。え、じゃあその3人とも好きですって。山根さんで結婚してるかもしれない。もしかして。あ、そうか。してるかもしれない。あ、してるわ、してる。ごめん。してるか。山根さんしてるわ。山根さんしてるわ。山根さんダメなしです。山根さんなしです。山根さんしてます多分。はい。え、森兄と2人ともじゃあ、会いたいわ。会いたいダメ。セフレ。付き合いたいわ。ダメダメ。セフレ。セフレ。セフレ、そんなオブラートに巻くから問題起こるんだよ。セフレオーディション。オブラートに巻く。オブラートに巻くってなんだよ。オブラートに巻くから。詰め詰めてお前。オブラートに巻くから問題起こるんでしょ。いや巻くってなんだよ。だからそれは視聴者の人も分かってるでしょ。そういう芸能界がね、うん、ね、本当友達とかそういうね、本当に真面目にお付き合いとかそういう言葉を使っちゃうから、うん、いろんな問題が起こる。最初がセフレ。それりょうちゃんの中のセフレの定義っていうのは何なんですか、うん、やるだけやるのみ、やって仲良く飲むぐらい、食事ぐらいやって飲んで、でももうもしかしたら他の女性がやってても邪魔しない。やっぱ女性がでも やったらやっぱ好きになっちゃって、うん、お付き合いしたいってなるかもしれない、うん、それは絶対に。そんなあのシソンヌ二郎さんみたいなのコントみたいなことやっちゃダメ。好きになっちゃわない、やったけど好きになっちゃわないっていう人だけ。なんだそれ。ダメダメ、そんな好きになっちゃう人なんかダメダメ。重くない人、うん、問題にならない人、じゃあただ単にやりたいっていう人もいるでしょ、たまに。まあ、いるよそりゃ、まあ、だから男っぽい考えの人いる。あと会ってみたいっていう、仲良くなる。だからその別に仲良くなってゴルフ行ったりする分ぐらいにはいいですよ。ただ あなた何なんですかって言ったら、私セフレですって言えるぐらいの人がいいです。あ、じゃあ別に、まあ、そんな表だって言わなくてもいい。セフレになるほどの覚悟がなくてもいいってこと。まあまあだから最初はまあ女友達ですけど、でもまあ、うん、セフレでって前提は守ってくださいよ。セフレオーディションで東袋と出会って結婚しましたって言われても、あ、僕らはそこ知りませんって。ただセフレです、セフレ始まり、セフレオーディションで受かって結婚しましたって言われても、セフレまでね、はい、結婚式なんか行かないですよ別に。呼ばれねえよ、はい、なんで呼ばれるつもりでしょ。ただだからセフレオーディションを開きたいんです、うん、なるほど、わかりました。これはじゃあそうしましょう。ややこしい、はい、トラブルになるでしょ、最初と話が違うっつって、うん、だからしかもこれはあれでしょ、今後このやりながらちゃんと企画をちょっと精査して。そうです、そうです。どうなるかまだ分かんない、ね、どうなるか分かんないですけど、はい、でもこうどうなるか分かんないのを気にしてたら、だってこの発想を今僕らが言って発信する部分で言ったらまだ大喜利の状態なわけじゃないですか、うん、まあまあそうだ ね、うん、その大喜利、実際大喜利の答えバッて出して、おいコブラス違反だろうっては言わないでしょ、うん、その大喜利の答え出して実際これができるかどうかっていうのを、まあ、皆さんに、もうコメントもちゃんと見ますし、はい、吉本も、ちゃんとじゃあこういう形がいいんじゃないかって提案されたら、はい、セフレオーディションはダメだから、じゃヒロミさんとサッシーのオマージュでこういう形はどうって言われたら、うん、そこを合わせますよ。金ちゃんはね、
真面目ですね。僕意外と企画段階であのニューヨークチャンネルスタッフ賞みたいなことには俺はしたくねえから伸ばそうとしたのよこの動画を。ああなる可能性大丈夫よ。ああなる可能性あるし、あそこに応募した女性がまた来る可能性はあるから、ね、ニューヨークスタッフオーディションの裏の目的あるっつったじゃない。 あれは本当なんですか。いやわかんない裏の目的。俺が勝手に陰謀論も唱えてるんだけど、それ誰が言ってんの。そんな陰謀論とか都市伝説って金ちゃんが言ってんのそれ。誰が言ってんのそれ。いやちょっと、ね、やめてその振り、うん、誰が言ってんの。誰が言ってんの、ニューヨークスタッフオーディションの真実はこれは本当はニューヨークがセフレを探したかったっていう話。信じるか信じないかはあなた次第です。あんまいないのよ、うん、ミスター都市伝説の真似する人も関さんの真似する人あんまいないから今。まあちょっとこれはいいんだけど、はい、分かりました。そういう企画をちょっと、まあ、ちょっとこれ面白そうな企画をちょっとできればね。そうですね、はい、まあ現在進行形の企画なんで正直どうなるか分かりませんけど、はい、まあ、鬼越トマホークチャンネルはこういうことやっていきたいなと思ってます、はい、確かにこれ面白そうです、うん、ということでちょっとじゃあ、募集方法はじゃあ、スタッフとちょっと決めます。はい、なんかちゃんとね決めた方がいいそれは、うん、はい。森田さん、ブクロさん両方 OK ですか。両方 OK です。あ両方、はい、それあの両方ってそのどっちも好きですわ。あどっちも好きですはダメです、うん、どっちか選んでください。それだとブレるんで、あとコンビも仲悪くなるでしょ。確かにね、それはもう森ニー派東袋派、それ最初の時点でね。でそう森ニーを募集してますけど、これ東袋セフレオーディションだってことをちゃんとタイトルはもう東袋セフレオーディションで、か最後のカッコニョロニョロのところに、うん、その森田もいるよみたいなことね。そう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 そのそうフィーチャリングソルジャーだから。だからソルジャーテルマが袋ね、袋森田はソルジャー、ソルジャー、うん、そう。なるほど、はい、了解です。じゃあまあちょっとどうですか。でも実際こういうもうランキング以外でこういうプロジェクトもいいでしょ。いや正直ね俺いろ、まあ、企画ちょっとやりたかったの、うん、で何個も出してきたじゃない。なんか今まで、はいはい、その居酒屋金ちゃんのお客さんに、ね、うん、家ついていいですかみたいなやる、うん、やりましょうとかさ、あと他の YouTuber さんがもうやられてるけど、あの出所飯とかね。あそうそうそう、出所した直後の罪を償った方が最初に食べたいものは何かで、鬼越トマホークがすぐご馳走するかっていう話も、うん、結局まあできなかったから、我々もやっぱりそれは別に吉本に何の恨みもない世話にもなってるから。ただ吉本って会社に入った芸人なんで、フリーの芸人じゃないんで、ね、やっぱりここはダメですっていう線引きがあるんでね、うん、なかなかできないこともで、うん、まあちょっと正直外に出てロケの企画とかやりたいなとかって話もしてたわけじゃない。でやっぱりこういうなんか何個も続編であるやつとあの楽しみだし、あのやっぱナダルのさ、ナダルオーディションもあったでしょ。あれはあれはひどいね、コロチキのナダルオーディション、あれも相当な日数かけて、しかもみんなにお金払って、はい、そうですね、やってる大赤字らしいよ、うん、本当に。だから最初に言っておきます、東袋、オーディション、セフレオーディションは自分の意思で来てください。交通費もギャラも出ません、はい、ただ東袋さんと知り合えるかもしれないだけです、はい、で森田さんも森田さんでいいんだね。森田さんも森田さんでいいです。別口で、はい、別口で森田さんも、はい、いやこれちょっと楽しみな企画が、うん、これやっぱり最終的には、はい、最初に言っておきます、企画全部ダメだって言われたら、はいはいはい、もう謝ります、謝罪動画出します我々は。これに対しての謝罪動画、はい、申し訳ありませんでした。わかりました。でも次はまた考えましょう。そう、はい、というわけで最後、はい、一本締めで俺東最高どんな締め方なんだお前。います。あんま YouTube 見たことないな、はい、せーの、森東最高よーポンっていきますからね。いい営業と同じことやんのお前。営業と受ける、多分これイニシエからあると思うんだけど、このやり方、うんうん、いきます、はい、いや森東最高よーポン、ありがとうございました。東袋さん、東袋セブルオーディション、応募者お待ちしてます。待ってます。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。